はい。今夜も始まりました。えー、ジョータロースタイリングショー。今夜はですね、えー、なんかね、僕が作る作品で、うん、どうしてもなんかね、僕の着物と僕の帯が合うっていうのはね、もちろん、まあ合わすように作ってるってこともないんだけど、まあ、もちろんよく合うと思うんですけども、なんかこう聞かれるのはね、ジ、え、ョータロの着物や帯はね、 今日は特に帯に特化するんですけど、帯はなかなか持ってる着物に合わせやすいかな、合わせにくいかな、どうなのっていうところが結構、うちのスタッフがお客様から聞くということを聞いたので、はい、えー、それをね、解消してやろうと。なんかよく、上太郎の着物には上太郎の帯しか合わないんじゃないの、うん、とか、そう思われがちなんですけど、うん、実はそんなことないよってことですね。そうですね。あの、確かに個性はあるんですけど、意外と、その、扱いやすいというか。うん あの、僕の作ってる帯、まあ、今回帯でいいんだよね。帯は、やっぱりその、なんていうかな、どうしても帯屋さんの帯っていうのは、帯しか作らないので、どうしてもそれがその、いろんな色とか柄をね、職人としては入れたくなるんですね。金子も入れたら、プラチナも入れたくなって、赤い花も入れたら、白い花も入れたくなって、っていう風になっちゃうんですけども、僕のは割と、 スタイリングのための帯でもあるので、意外と個性的だけども、柄も大胆なんだけども、意外と色の数は少なく絞ってあるので、意外と使いやすいんですね。ね今日はその辺もぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、あとはコーディネートの、まあ僕がコーディネートするときのちょっとしたコツとか、うん、気をつけてるとことかもね、散りばめられたらいいのかなと思ってます。お楽しみにどうぞしてください。今日は、 つむぎに合わせてみようっていう,う、ね、ちょっと先生の挑戦ですねうん、うん。そうやね。用意しました。はい。はい、じゃあ今日のつむぎはですね、大島。えー、これはね、はいえー、今日は、えー、この大島をベースにと言いますかね、この大島をコーディネートするという形で、ね、進めていきたいと思います。ではでは、スタート。はい。えー、一つ目のコーディネートは、えー、帯ね、僕の帯合わせましたけれども、 このね、一昔前こうシックな着物には割と白い帯とかね特に紬なんかはこう真反対のものを合わすのが割と上等手段というか、うん、セオリー通りというかねその合わす方が多いんですけどもまあ僕がするなら逆にあの何て言うかなまずはモダンにするならばちょっと同形を合わせてみてはどうですかというのを含めてちょっとこういうね えまずは同系統の色合いの帯、G 色の帯をね合わせました。まあ花柄ではあるんですけれども、ちょっとモダンな花柄で、えー、なんかね、生きたような花ではなくてデザイン化されたようなね、花がモチーフになってます。で、小物はですね、えー、見ての通り同系に合わせてますのでね、小物はちょっと色がたくさん入ってた、入っててもいいのかなと思って、ちょっと、うん、可愛さが残るような、えー、そういうね、えー、帯締めを選びました。 ま、帯揚げはね、えー、ちょっと、スミレ色というか、ラベンダー色の帯揚げで、これもちょっとね、え、帯締めと合わせて、少し可愛さが出るような感じにしてます。あとは、半囲を、え、プラスしてみました。半囲も、え、これは手前どもでね、え、発売もしてます,レースのです、レースの半囲です。え、レースの半囲はね、中の字の白襟がね、透けて見えるので、程よくね、カジュアルで、え、カジュアルダウンしてくれるというかね、そういうもので、もちろん白襟もありなんですけれども、 うんと、紬ですのでね、まあ基本的にはカジュアルな着物ですから、ちょっとこういう半囲もね、楽しめるのもまた紬の良さだと思うので、えー、加えてみました。まああの、そうですね、紬ですから、クラシカルでもありながら、ただ古臭いっていうんではなくてね、えー、やっぱりちょっとモダンさもあって、都会的なコーディネートにするには、まずはまあこうやってね、同型合わせられるのがすごい素敵じゃないかなと思います。 これもね本当にちょっとモダンな花柄ではあるんですけども意外と合わせると合わせやすいというか、まあ、これも、まあ、色の絞ったね先ほど言った色の絞った帯ですので、えー、合わせやすい意外と合わせやすい帯ですはい紬にレースを合わせること自体がすごく新鮮なんですけどうん、うん、このグレーだと割となじみがいいですね、うん、そうねあのー、レースはどうしても黒のイメージがあるのでね、うん、あのー なんていうかな黒のイメージがあるんですけどグレーにするだけでねちょっとモダンな感じになっていいと思います。2、えー、つ目のコーデはですね紬、はいえー、っていうとさ、あのー、どうしてもカジュアルな着物っていうベースがあってあんまりこうキラキラの帯とか。 えー、そうなんですよね,、うん、そうねあの光った帯っていうのは、ね、避けるる傾向にあるんだけどいやもう私このコーディネートタブーかなってちょっとビビるぐらいのキラキラですけど <laughs> そうねでもあの本当に金銀紙も昔の帯の金銀紙っていうのはもっと黄金色で、はい、うんなんかこうな,な,なんていうかなもっと黄色い金だったりとかね今みたいにシャンパンゴールドみたいなものがなかったり<ー>シルバーでもどっちかっちょっとこうくすみのあるシルバー翔太郎先生のう風に、ねはい な糸を使ってるもんね。<ー>銀紙でもいろいろあって。まあなんかこう、ネックレスとか、うん、こう、そういう感覚のキラキラですよね、うちの。うそうね。あの本当にあの、なんていうか、どう,どういう言葉がいいのかな。なんか,なんかこうア。アクセサリー感覚というか、うん。ちょっとそうね。あの、そうね。なんかあの、ちょっと。 銀紙ではあるんだけどもなんかもう少しステンレスっぽいというかうカジュアルな感じの銀紙っていう感じな,の、ね、なんかお洋服の時でもネックレスとか別に洋服でもするし、うん、フォーマル専用ではないし、うん、っていうところでそうですねで、はい、あのほら今も今の紬といえども日常着じゃなくてねやっぱり着物を着るってなっ、うん、たら紬とてはお出かけ着だし、はい、やっぱり少しそのお出かけするのに ちょっとこうアップするというか上がるというかそういうコーデをちょっとね今風のものをちょっと提案してみたいと思ってやりました。なんか紬に合わせるとメタリックな感じが伝わってきて、うん、うん、そうですね。なんか,かいい、ね、あの本当に紬、ねうん、に合わすアクセサリー的な帯っていうかね、そんな感覚になると思います。んなんかこう角を上げるとか、まあそんな大それなことじゃなくてもう少しこうカジュアルな、あえてカジュアルな感じをちょっと楽しむというかまあ実際このね、大島も まあ用意した大島も実は結構昔のものでね。はい。あの昔の図案でありながら、まあちょっとこういうふうに合わせると、まあ今今ようになるというか。うん,うん。あの決して古臭さ消える感じになるというかね。そうですね。うん、小物はスカイブルーで合わせられましたけど。はい、そこはどういうポイントなんですか。うん、なんかね、あの要するにこのシル,シルバー地で、この帯はシルバー地で、このほに色が入ってないよね。 黒と白とシルバーとっていうことでグレーのモノトーンなんですけどもキラキラの糸が入ってる。でまあ、あのー、無理に渋いから赤とか、えー、華やかな色というよりかは割と都会的な感じでちょっとクールな感じであのイメージかなと思ってこれを追合わせ時はこの方がいいのかなとまあもちろん切る方のこれはまあマネキンですけど切る方の。 え雰囲気とかそれによっても色は変わりますけどもね。まあなんかこうわかりやすいようにちょっとこういう水色で都会的な感じをちょっとね、えー、醸し出してみました。なんかついつい反対色とかこう差し色を入れたくなるんですけど、うん、そこをあえて我慢するのが、うん、そうね。うんあの、うん、どう言ったらいいかな。ブルーでも、うん、まあ色にもねその時々の時代時代の流行りとか、えー、なんかこう好み、はい、え好みとか。 新しく感じるとか古くさく感じる色っていうのがあるので、うまくその辺を、まあ、えー、新しい色として感じるものを合わせたって感じかな。<ー>だから感覚的でちょっとね、あの言葉では言いにくいんですけども、うんうん、でも本当に、あの、これこそでもね、小物で、ほんのちょっとの色目で、こう、時代感がわかるというか、うん、そういう意味ですから、やっぱり小物はすごくね、やっぱり大きな力を持ってますね。<ー> 襟はレースの黒を合わせてていいただいてますが、はい、そうですねこれはねあのレースの範囲でもいくつか種類があって、はい、ちょっとこういうねあの動きのあるようなレースの範囲を今回使ってみました。うん、まあこれもね、えー、どちらかというと都会的にする感じのイメージで合わせてみました。この黒レースも紡ぎには ちょっとやけどしそうな怖さがあるんですけど。<laughs> まあそうやね。どうしてもね、なんかこうちょっと民芸調に振ってしまうことが紡ぎは多いので、まあそうじゃなくて、ぐっと大胆にね、こういうのを使ってみたらいいと思うし、<ー>もちろん、あの、着る人の、まあ、器量も必要だとは思うんですけども、はい、ヘアとかメイクとか、髪の毛の色とかね、はい、肌の色によっても変わってくるし、まあ一概に、一概に全ての方に行こうとはなかなか言い難い。 ことではあるんですけれどもね。うんうん、突き詰めれば突き詰めるほどそういうふうになるんだけど、うん、まあでも一つの提案としては面白いかなと思います。はい。はい。では、え三、ー、つ目のコーデなんですけども。また斬新ですね。<laughs> そうね。これはあえてね、ひねったというか、外したというか、あえて、なかなかね、た大概の人はこうは合わさんでしょっていうようなものを、はい。あえてちょっとね、えー、ご提案してみました。はい。ピンクの、うん、 割とね、ショッキングピンクに近いね。文字にちょっと柄が入ったようなもんですけれども。<ー>はい。これ、この帯も今年の3月に発表した。実はこれ、逆側はね、花の逆側は実は上太郎サイトってロゴが入っているのでね、えー。すごい今年の3月のショーで話題になった。はい。とうとう。えいやもう上太郎全開の帯を。<laughs> そうやね。<に>に合わせてな、はいてしまったっていう。はい、た,ただその帯締めと帯揚げがグレーなんですね。うん、はい。はい これはね、あのまあちょっと抑えるという意味でもなんかこう間違えて派手な帯を合わしてしまったとか渋い着物だから赤い帯をしてしまったとか、えー、たまにそういう概念の人がいらっしゃるねちょっと昔の概念のいやそうじゃないよとこのグレーを入れることでもちろん分かった上のあえて外しなんですよっていう 説明がこのグレーでしてやるというふうに思ってもらったらいいかなと思うけど<ー>、うん、このグレーが入ってることによってああの若作りのピンクでもないし、うん、あの間違ってあわからない人が合わせてるんじゃけどよくよく理解した人がこういうふうな合わせ方をしてるんですよねっていういい意味合いのグレーなのかなり高度ですね最後の最後に。 うんまあ、特にこういう外してるのは確かに難しいんですよね。いや、もう外しすぎたらセンスがなく見えてしるうから。そうなのね。のなんか大きく外してないようで実は狙った感じにしてやるっていうのがのまあ、まあ、そういうところが分かってきたりとか、自分でやってて感じたりしたりとか、うんはい、人とよしワンランク上のコーディネートができると。 いうふうに自分で感じられると、また着物ってすごく楽しいので。そうですね。まあ、うん、まあ、そこまで行くので、なかなかもちろん経験とか。着ていく回数とかにもよるんですけども。うんはい、でも、やっぱり着物の奥深さのゆえんというか、面白さだと思います。いや、なんか、うん、あのー、先生のそのコーディネートの、よくさじ加減という言葉あると思うんですけど。そのさじ加減が。 なさすぎても平凡だし、うん、ありすぎても下品になるしうん、うん、そのキワキワを狙ったのがこういういコーディネントなんですか、ね、そうですねそれとやっぱり大人のお召し物ですしね、はいあのー、成熟した大人のお召し物ですから,すからやっぱりその、うん、まあ簡単に言うとそのさじ加減と、はい、やっぱりその時代に合わせた、えー、うまく空気感を捉えながらの自分らしさを発揮するっていうのはう着物ってまだまだ固定概念がね、うん もうこべりついたようなそういうアイテムでもあるのでそこをうまく自分流にこう剥がし取っていくと結構面白い、うん、あの個性が発揮できると思います。ははい、はい、えー、今日はね3つの紬に3つの帯小物を合わせて、ねまあ、いろんなタイプのね提案をしましたけれども、うんはい、まあ、あのー ね、この着物にこの帯が合う、この色が合うっていうのはもちろん測るんですけども、やっぱりコーディネートするのに一番大事なのは、やっぱりその人、着る人その人らしいかどうかがやっぱり一番大事ですから、はい、まあ今こう人形なのでね、えっと、どういう方か、どういう企業の方かね、はい、えどういう雰囲気の方かっていうところでまた小物なんか全然変わってくるんですけれども、はい、まあ分かりやすくね、あえて、えー、個性のない人形でちょっと提案したというのもまあ今日一つの見どころかなと思いますけどもね。 いやーちょっと今日は本当に紬にあえて合わさないレースをレースの襟とかキラキラの帯とか最後の個性的なあの華やかな帯とかもうなんか結構今までの教科書通りだとあ,のあんまり合わないよって教わってきたようなちょっとギリギリのタブーに近いような組み合わせだったんですけどでも先生がね合わせようとしてるところってや,らやっちゃいけないことよりも素敵に見えるようにどう。 工夫するかということかな。あのー、そう、さっきもね、ちょっと言ったように、まあ、僕の作る帯はスタイリングをね。完成させる一つのアイテムなので。はい。あの、この帯で全てが出来上がるわけではないので、意外とそのパーツとして作ってるので、意外と合わせやすいと思うんですね。はい,はい。はい、うん。ですから、一見すると個性的で、何に合わせるのって感じですけど、意外とぽ。あっさりした色味に合わせてもいいと思うし。うん、ええー、少し民間性の紡ぎ合わせ、グッと。 モダンで都会的な今までなかった雰囲気になるし、うん、そういうのがね分かったり楽しんだりしてもらえたりするといいのかもしれませんね。んねだからあえて僕の着物に僕の帯じゃなくない合わせ方も全然楽しめるので、あのうんまあ自分で言うのもなんだけど意外と手が伸びる、あ意外とね思った以上に合わせやすい帯っていうのはたくさん僕とこうはあると思っているのでね。 はいはい、あのー、ぜひなんか宝探しのようにねうちのお店も寄っていただけたらなと思います。ありがとうございます今日はですね、えー、新たなコーディネートで全くね違う僕の着物じゃないものにこうね帯を合わせてみるという目実験的なものをね えー、わかりやすく解説したつもりです。えー、ぜひぜひ、えー、ジョータローチャンネルですね。もっともっとたくさんの人に知っていただきたいので、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。またあっちこっちで、えー、噂話、こうだったっていう話をね、たくさんあっちこっちでしていただければ幸いです。えー、なんだグッドボタンえー、グッドボタンも、えー、押していただければ幸いです。コメントもたくさんいただければ幸いです。えー、どうぞお店に来て、現物を触っていただくのも大歓迎しますので、どうぞいらしてください。 はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ来週水曜日。バイバイ。